は伝わってないですか？ちょっと待って。伝わってない？知らないですよ。本当？じゃあまあ、じゃあ一旦カットして。はい。はい、とりあえずカゴチャンネルのそのだいたいこの流れでいくみたいなのは前回の打ち合わせで一応前振りさせてもらったんですけども、この番組はガチでいきたいんですよ。その台本があるものではないものでいきたいと思ってますんで、はい、あなたのここにかかっております。はい、はい、だってテレビじゃないですもんね。テレビじゃないです。携帯配信。はい、はい、よろしいですか？何？怖いんですけど。何ですか？まず第1回、はい、かごちゃんに、はい、大学の先生になってもらいます。は本当に教壇になってもらいます。無理でしょ、絶対無理。やめて。本当に？うん、本当です。え、バカだよ。え、じゃあ大学生教える人になる？ええ、ただ今かごちゃん言ったように、かごちゃんはバカですから。勉強を教えても、はい、多分逆に大学生の方からそれは違うと、はい、教えられる立場でになるとは思うんで、はい、ただ勉強は教えなくともあなたに教えられることは一つあります。はい、まだ発展途上ですけれども、再生をテーマに。再生をテーマに、はい、大学の生徒たちの前で講義を打っていただきたい。早いですよね、再生とか言って。まだ再生する何もないじゃないですか。その程度です。はい、その程度です。再生。本日の特別講師はこの方です。卒業してから中学校は、全く行ってなくて、ほとんど家庭なんだっけ、家庭教師とかです。家庭教師やったり、まあ、ほとんど行けてない時期が多くて、まあ、勉強は全然してこなかったです。今はそれはちょっと苦になってるんですけど、今はそれを逆に、いろんなことをその分仕事とかで学べたので、今日はそれについてですね、私が皆さんに今日はまあ、勉強って言ったら変だけど、まあ、いろんなことを教えてもらって、私は私で経験したことをみんなに聞いてほしいなと思うので、よろしくお願いします。喫煙してる人、はい、それみんな10代ですか？はい。そう、まあ、私が言うのもあれなんですけど、未成年ですよ。そうですね、私、うん、今再生っていう意味で、まあ、いろいろ変わっていこうとしているんですけど、私の場合はですね、1回目17歳の時に、
践をしてしまってフライデーさんに取られて、1年間謹慎っていう意味でなったんですけど、1年間ずっと家から出れない状態だったんですね。で、17歳ですから一番遊びたい時期 で、私はもうノリに乗ってるカゴアイさんだったんですよ。はい、調子に乗ってたんですけど、まあその罰で、まあ捕まってじゃないけど取られてしまって1年間謹慎してました。1回目は本当に遊びたいとか思ったけど、やっぱ外に出れなくて、うん、でたまに自分の家の玄関から出た時に普通にある太陽がすごい美しく見えて、あれって本当にバカだけど、バカみたいだけど信号とかもあすごいって思ったり、なんで笑ってるんですか。経験できたんですね、うん、だから絶対こんな苦しいことをもうしたくないって思って、まあ、もう一回再び東京に上京してたんですけど、またやっちゃったんですよ、これが。どう思います？バカでしょ、本当にバカですよ。でもいいの、だって今こうやってその経験があったから分かることがいっぱいあるし、その間できなかった勉強っていうか、うん、自分に必要だなって思ったいろんなことをやりたいと思って、自分を今まで本なんてこう開いたことがなかったのに開き始めて、今なんて大学に行きたいって思ってるんですよ、みんなみたいに。モーニング娘。のかぼちゃんがね、芸能界からね、まあ去って、まあ、引退みたいな形になって、まああの人タバコでああなっちゃったよみたいな感じになって、まあ、私はこんな感じで、ああみんなに見られたくないなと思いながら、まあ、自動販売機通るのも、あね、目をそらしちゃう、うん、で、そう、私は、去年の3ヶ月、夏、5月から8月までロサンゼルスに行ってたんです。で、まあ住んでて、まあ当時付き合ってたのもよくわかんないけど、まあ噂になった人と一緒にいまして、引かないでね、引かないで、引かないでね、引かないでね、笑ってね。でも、その、LA に行って、思ったことが、なんで LA にいんねんっていうこと。このなんか自分の人生の、ありえないじゃない。12歳でまず芸能人になれるっていうことはありえなかったし、そう、それで、タバコでこうなるなんて思ってもなかったし、そっから LA に行ってるなんて思ってもなかったし、あ、きっと自分は思ってないことばっかりになるんだって思ったから、これからも自分の人生を楽しく生きたいと思いました。いろんな失敗があるけど、だからみんなにもなんか失敗してもらいたいです。ここまでに何か質問ある人、ある人一人。はい、黒さんはタバコ以外に大きな失敗はいたしましたか？大きな失敗、ああいい質問、大きな失敗、いやでも失敗だと思ったら全部が失敗だなって思いますよ、うん、普通に失敗だなって思ったことはないですね。多分今まで失敗のことしたけど、なんか超プラス思考だから、プラスに考えてたから失敗はないですね、うん。はい、謹慎をなしてたっていう話をさっき聞いたんですけど、はい、謹慎中に、どんなことを勉強して、どんなことに気づいたかを教えてください。はい、ありがとうございます。謹慎中は、初めの1年の謹慎中は何にも考えてなかったです。ただ単と早く謹慎が解ければいいなってずっと思ってて、本当に思ったのが、自分の人生の中で食っていかなきゃいけない、本当にマジで。だって自分の仕事をつかまないと自分が食っていけないから。そう、最近ちょっと食ってくっていうのが流行ってるからごめんなさい。でも私は親が離婚してるし、お父さんいないし、だから私がお父さん代わりになななきゃいけないから、やっぱ食べさせていかなきゃいけないっていうのもあるし、今犬飼ってるんですけど、私そいつも食べさせていかなきゃいけないって思うんですよ。だから明日明後日のことばっかり考えるんじゃなくて、5年後10年後自分がどこにいたいか、どこのポジションで何をしてたいか、うん、それを考える頭を持ちました。
うん、だからそのために今何をしとかなきゃいけないかっていうのをその禁止になった後に解雇になった後にやっぱ仕事がなくなって初めてうんあやばいみたいなのはありました。だからそういう今もそうだけど5年後何していきたいっていうのはちゃんとあります。他にはありませんか？なはい、矛盾とか、はい、なんかいっぱいいろんなものがあるんですけど、はい、その中でなんか自分が信じれるものってありますか？自分が信じれるものは自分です。自分だけだよ。特に私の場合はやっぱりいろんな人に見られてるし、うん、ある意味だってマネージャーさんでさえ赤の他人でしょ。家族でもやっぱり先に死んじゃうかもしれないじゃない。だったら自分しか信じない方法を選んだです。うん、自分を信じないと何もできないと思うから信じてあげることで自分を大きくさせてあげることもできるし、信じてあげることで人を信じようとする心もできるけど、実際には信用はしないけど、はい、です。はい、え、好きなタイプ聞いちゃうの？私今まで実はめちゃめちゃハンサムな人が好きだったわけですよ。もう男の人は顔じゃなくてダメだったんだけど、変わりましたね。そのめちゃめちゃかっこいい人がかっこいいことをしたらもちろんかっこいいけど、ちょっとミスをすると、キモッって思う。でもその失敗で負けない強さやっと今持てたから、みんなにも失敗しても絶対負けないでそれに立ち向かってほしいです。でいろんなことに挑戦してほしいです。私はいろんな世界に立ちたいし、いろんな人と触れ合いたいし、だから挑戦することで自分が成長できると思うので、どんどんいろんなことに挑戦していってほしいです。そして私みたいにならないでください。ありがとうございました。